こんにちは。ビデオダイアリー October 21st, 2020 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan。 ビデオ日誌2020年10月21日、林博です。こんにちは。今日は仕事始めは遅かったんですけども、早いピッチで仕事が進んでいます。で、今日はですね、一番目にライン理論を攻めてみました。ライン理論というのはですね、つまりは偶然ではありえないということをですね、点と点を結びながらですね、偶然ではありえないということを証明するということはできませんけどもね、確率論的にありえないということを皆さんにも理解していただきながらですね、つまりは偶然ではない、人為的にその位置に配置されたということをですね、証明しながら、つまりはその上のね、神の存在を浮かび上がらせるというのが、私林博士のライン理論ということになります。で、その一番基本的な部分でね、ルート1ルート2説を説明する前にですね、今日はもう一度改めてですね、そのライン理論の概略と言いますかね、基本的な部分を説明させていただきました。で、それは今日発表した動画の第1号。今日のね、この動画の今この背景に、ずっと背景ってますけど、横にね、ずっと入れておきますから、よろしかったらご覧になってください。で、基本的には何かと言いますとですね、今日はですね、ナスカに、焦点を当ててみたんですよね。ナスカの場所はなぜあの位置に決まったかということなんです。ナスカ高原にライン群がいっぱいありますね。あのライン群のあるナスカ高原は、どうしてあの位置に決まったかということなんですよね。それで、ちょっとこれは余計なことですけども、空から見るとね、綺麗なラインが見えますし、それでなんて言いますかね、非常に平らな土地のように見えますけどもね、結構ナスカ高原のあのライン群が集まっている場所っていうのは、でこぼこしてるんですよね、あれね。で、今、ペルーのちょうどナスカのね、街の中に住んでいらっしゃる、日系人の方ですけどもね、いろいろと連絡取り合ってるんですけども、いろんなね、ことを資料を取り、を、集めていただいたりね、近くにある、美術館へね、足を運んでもらったりしてるんですけども、その方の話によっても、やっぱりナスカに住んでらっしゃる方がですね、あれはもう人間が引いたもんじゃないってことをおっしゃってるわけですよね。要するにね。そしてNHK さんたちがですね、説明しているようにね、昔のね、インカ人たちが、みんなね、棒を持ってね、立って、一斉に立ってですよ。そして、号令に、かけたかなんかとはしてませんけどもね、一斉にとにかく棒を持って一列並んで、そして、合図とともに下に線を引いたっていうんですけども、そうすると、ナスカのグランドクロスって言われてる十字架のね、ラインですけども、縦線が幅が20メートルから40メートルあるんですよね。で、しかも10キロもあるんですよね。で、そうした線を引いて何の意味があるのかと、人間の側から人間の、レベルでね、考えたときに、何の利益があるんだというと、何もないんですよね。しかも、なんて言いますか、40メートルのラインって言いましても、それは宇宙から見えるだけでしてね、おそらく、その場に立っている人には何が何だかさっぱりわからないような線であるということですね。最近は Google Earth の方でね、地上ビューで降りてね、そのあたりの様子を直接私たちがですね、いながらにして見ることができるんですけども、かなりデコボコした起伏のあるところでしてね。ですから、そういうところに直線を引くということは、果たして可能なのかって、不可能ですけどもね、引いても意味がないわけですけども、そうした、そのラインってものがそういうふうに、そこにあるということです。それ話戻しますけども、そうしたナスカライン、ナスカにね、焦点を当てて、今日は、ナスカのね、そのライン理論によって、説明、証明してみようと思ったんですけども、要するにナスカ、場所が決まるためにはですね、二次元の世界では2本のラインが必要なんですよね。縦線と横線が、この交わったところで、場所が決まるわけですよね。で、ナスカのあの場所はなぜあそこに決まったのかということなんですけども、簡単に説明しますから、結論的に言うとですね、まずギザとイースター島を結ぶわけですよね。ギザとイースター島を線で結ぶわけです。そして今度はですね、その、生産中の生産と言われている、ポポカティ・ペトル山っていうのがあるんですけどね、メキシコに、ちょうどメキシコシティの、南東部。ですよね。にあるんですけども、そのポポカテペトルーザン、ポポカテペトルーザンっていうのがあるんですけども、そこの山と、それからエリア51ですよね。なぜエリア51かというと、話せば長くなるんですけども、地球における火星人の、
もともとは基地だったというふうに私は判断しています。その理由はですね、51というのが、その、もとも、あの、ユダヤのゲマトリアによればですね、火星を意味するわけです。モナリザの絵の背景にも51で書いてあり、そしてモナリザの絵の背景に火星の絵が書いてありました。書いてありましたというね、動画何度も皆さんに紹介しましたけども、まあ、要するにそのエリア51と、それからポカティ・ペトロザンをずっと繋いでくるんですよね。そうすると、あの、ナスカ高原へと来るわけですけども、まっすぐナスカ高原と来るんですけども、その時に、まあ、重要なことは、ナスカ高原のあのライン群の中でも、特に目立ったラインが一本あるんですね。縦線です。あと、まあ、横線はあると言いますけど、まあ、2、3本があるんですけども、まあ、その縦線と横線、その2本の線でもってですね、ちょうど十の字を作るもんですから、グランドクロスと。一番まあ、グランド、壮大なって言うんですけどもね、壮大な十字架という意味なんですけどもね、まあそのように言われてるんですけど、あの線だけは宇宙船からもあのラインが見えるそうですね。他の線は見えないそうです。ともかくもその宇宙船から見える、その縦線と、そのエリア51からのラインが、寸分の狂いもなく重なるんですね。ですから、まあ、エリア51のネリス空軍基地ですか、あの中心部から、中心ですね、ちょうど、まあ、滑走路があって、まあ、ちょっと複雑な形してるんですけども、中心点がわかりやすいですからね。そこから、エリア、ナスカ高原にね、線を引いてみてください。そうしますと、そのグランドクロスと寸分の狂いもなく重なるということです。そうしますと、その横線はギザと、イースターとつないだ線で決まるわけですよね。で、縦線はどうして決まったかということですけども、その元々はその逆に、その逆にね、ナスカの位置を中心にして、そのエリア51、ポポカティ・ペトル山をつないで、そしてそ、まあ、ポポカティ・ペトル山はね、大きな火山ですから、移動することは不可能ですから、ポポカティ・ペトル山をそこに置いておいて、ナスカからポポカティ・ペトル山をまあ逆かもしれませんけどね、エリア51の方が先だったかもしれませんけども、というのは、あの、ナスカのライン群っていうのは比較的ね、紀元後、新しいんですよね。500年とか700年とか、そのあたりでできてるんですけども、要するに、私の推察によればね、いわゆるどういうことを言ってるかというとですね、エリア51とナスカと、どちらが先にできて、どちらが後だったかということなんですよ。で、その時に、エリア51を先にできてあったとすると、エリア51と、それから、ポプカティ・ペトル山を線で結んで、その先で、まあ、その先のね、ギザと、それから、イースターとつないだ線とクロスしますね。そこに、ナスカを決めたというふうにも考えられるし、先に、ナスカが先に決めようと。ナスカを先に決めておいてから、それからそのポプカティ・ペトル山を目指していって、その先にエリア51を作ったってことになると、どっちが後先ってことになりますと、今のところまだ私はわかりませんけども、わからないということは確たる証拠がありませんからね。まあ、推察するところによればですね、私の推察によればですね、まずエリア51が、51、当然ね、火星人の地球基地があったわけです。で、そこに、まあ、決めておいて、そこで葛藤してたんだけども、そろそろね、人間たちに私たちの存在する、まあ意味価値って言いますかね、存在するという事実を人間に、まあ、知らせておこうというようなこともあったのかもしれませんけどもね、あれもっと言うと、人間の皆さん、この地球史というのは、あなた方は人間だけが作ったんじゃありませんよと、私たちね、火星人と共に作ってきたんですよということを、まあ、歴史的遺産としてね、残したっていうのが、私は、あの、ナスカラインの元々の、まあ、理由だというふうに言います。存在意義って言いますかね。それをそうに捉えてますので、やっぱりエリア51の方が先ではなかったかなと思いますね。で、エリア51とポプカテ・ペトロさんと繋いで、その先にナスカ高原の、まあ、あの、大地にね、まあ、元々はあの、明るい色のね、あの、大地だったんですけども、そこにまず小石をバーッとばらまいてですね、その、まんべんなくばらまいておいて、そこで圧搾空気ですね。ブワーッと吹きつける圧搾空気式のものをね、使ってラインをシューッと引いていったっていうのが、私の、まあ、仮説ということになるわけです。ともかくも、あのナスカラインっていうのは、大きくね、あの、の政策、ナスカラインにはですね、火星人イギギが大きく絡んでいたということです。まあ、そうしてナスカの位置が決まったというふうに考えています。まず、ここまで結論をね、簡単に言えば、場所を決めるには2本のラインが必要なんですよね。1本はギザとイーサトをつなぐライン。で、もう1本は、その、火星人基地であったエリア51。まあ、名前はね、その後つけたんですけども、エリア51と、まあ、51という名前をつけたということは、当時その、あれがエリア51になった時には、火星人が何らかの形で関与していたということになるわけですけどもね。人間が考えつく数字ありませんからね。
今でこそね、今でこそって言いますか、私がゲマトリアを発見して、この6年、まあ、2020年、今、10月ですけども、この、2013年の割にそのゲマトリアという言葉を知って発見したんですよね。まあ、それ以後、まあ、広くね、ポピュラーになってきましたけども、その当時の、今から1950年にね、現在のエリア51のあった場所が発見されるんですけども、50年代ですね、終わり頃ですね、トルーマン時代の終わりですけども、その頃に、その発見されるんですけども、その時に、その51というその言葉をね、ユダヤのゲマトリアを誰かが知っていたかというと、それはないと思いますね。というのは、私自身が数字を見てですね、ゲマトリアであるというふうに発見するのに、2ヶ月もかかりましたからね。それで、偶然なことで見つかったんですよ。たまたまね、ベルギーのその協力者のね、スティーブン・セジャーズさんって方がですね、音楽家の方なんですけども、自分でもね、音楽事務所を経営し、まあ自分でもね、楽団って言いますか、音楽、いわゆる作詞作曲をなさっておられるんですけども、その方がですね、私の協力者で、まあその頃ね、いろんな CD を送っていただいていたんですよ。あなたのね、BGM で使ってほしいっていうような感じでね。で、その中に2255という歌があったんですよ、曲がね。2255っていう、まあ、この言葉が入りながら、その音楽が流れていくという、まあ、素晴らしい曲なんですけども、それがあった時に、その私はその2255にね、が気になったと思うんですから、すぐね、スティーブン・セジャーさんにメールを入れましてね、この2255っていうのは何ですかって聞いたら、スティーブン・セジャーさんがね、それはイングリッシュ・ゲマトリアで、ジミトリアで、ラブ、愛の意味なんだよってね、教えてくださったんですよ。それで、ビーンと解けたんですね。そういういきさつがあるんですよ。ですから、エリア51という名前を付けた人が誰であるにせよですね、私以前からも50、エリア51という場所はね、私はもう20代、30代の頃にありましたからね。ですから、51という名前を、の意味を知っていて、そしてその名前を51にしたということは、ありえませんね。私の感覚からしてですね。で、じゃあ誰がつけたかって言いますと、やっぱりその51イコール火星、火星イコール火星人イコール火星人が絡んでるってことを知っている人が、そのエリア51っていう名前をつけたんだなっていうふうに思いましたね。ということで、まあそのエリア51にはですね、まあグレーのね、グレー型のエイリアンがいたとかいなかったとか、写真があるとかないとかといろいろ言われてますけど、私はいたと思いますけども、そのグレーエイリアンたちがですね、それを知っていて、その基地の名前をエリア51にしたんじゃないのかなというふうに考えています。まあそういうことでね、あれひょっとしたらっていうのは別のことも考えられますけども、今のところまあ、どうでもいいことですけどもね、それはどうでもいいということは、まあその誰かがね、知っていて、エリア、人間がですよ、人間がそれを知っていて、エリア51としたか、あるいは知らないままね、その火星人たちの知られて51にしたかということは、まあ、もう大きな問題じゃないということはね、まあ、あくまでもその名前がどうして決まったかという程度の問題ですから、まあ、どちらでもいいっていう、そういうね、まあ、考えてます。ともかくも、そのエリア51の火星とですね、まあ、火星と、まあ、そのエリア51からですね、まっすぐラインを引いて、そして、ナスカの方へライン引きますと、その縦線の真ん中の線と、さっとこう重なるんですね。それは見事なほど綺麗に出ますかね。その、寸分の狂いもなく重なりますからね。皆さんもぜひやってみてください。まさに感動ものですね。その途中に、ポポカテペトル山があるということです。その、ふもとにですね、ティオティワカンという、まあね、南米第一の、その、遺跡が残っているということですね。まあそういう形で繋がって、今日はその、ナスカを中心にして、ライン理論を、まあ、広げてみました。で、ナスカから、その要するにギザとナスカとイースターとが伸直線でつながっている。それからイースターとまっすぐ上がりますとね、ポプカテやらがテオティワカンにつながり、それをさらにまっすぐ行きますと、モヘンジョダロへとこう地球を回って、現在のね、ネパールのモヘンジョダロへと来る、ネパールじゃありません、パキスタンのね、ごめんなさい、にやってくるわけです。モヘンジョダロ。モヘンジョダロ。死。オブ・オカという意味だそうですね。死の丘という意味だそうですね。丘・オブ・死ですか？モヘンジョ・ダロっていうのはね、そういう意味だそうですけども。で、ティオティワカンの参道がですね、まあ、正確に、これまた寸分の狂いもなくですね、ティオティワカンの参道をまっすぐ行きますと、モヘンジョ・ダロのその塔へと来るわけです。まあ、このような形で繋がっていくんですよね。で、さらに角度、まあ、ちょうどね、今日その動画を皆さんにご覧いただきたいと思いますのでね、この、
横にね、私の横にね、ですから私ちょっとこっち側にね、寄って今話しているんですけども、この空いた部分でね、皆さんにご覧いただけるようにしたいと思います。またその動画はですね、この後につなげておきますから見てください。で、角度もまたこれ絶妙なんですね。で、先ほど言いましたポポカティ・ペトル山からですね、ギザのピラミッドの方に線を引きますね。そうしますと、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーの角、いわゆる直角の角をつないだ線と正確に90.00になるんですよ。これがですね、90.05とかね、90.1とかね、91度とかね、あるいは89とかいう数字であるならばですね、私も幾何学的な証拠にはならないと思います。しかしね、90.00というのはですね、まさに幾何学的な、もっと言うとですね、数字的な証拠ということになるわけです。その数字がですね、100分の1の位まで一致するなどということはですね、普通はありえませんよね。しかし、そのありえないことが起きている。で、最初の話に戻りますと、つまりはその偶然ではありえないということを証明しながらですね、そうした位置、場所がですね、数字もそうですけども、は人為的に決められたものであるということなんですね。で、現在の今ですね、そのエジプトの第1から第3のピラミッドをつないで、その90度直角に行った先にポポカティ・ペルザンがあるって話は、今のところまだ誰も、私以外は誰も言ってませんけどもね、それも発見して、今2020年10月ですけども、発見して、もうあれは早く、かなり早く発見したんですよ。最初2012年に一番初めに入ったのが、私ライン理論から入ってますからね。ですから、もう2012年の終わり、あるいは2000、遅くても2013年の初めにはもうすでにね、そのライン理論を証明してました。ただ当時はですね、ポプカティ・ペトル山じゃなくてティオティワカンに点を取ってました。で、ポプカティ・ペトル山があってティオティワカンがあるんですけども、やや距離が離れてるんですね。その距離の離れたそのティオティワカンを取ってるもんですから、90.00にはならなかったんですよ。最近この2015年、もう5年近くはですね、ポポカティ・ペトル山に点を取っています。ですから皆さんもね、ポポカティ・ペトル山の頂点からそのギザのピラミッドに線を引いてね、そしてさっき言ったナンバーワンとナンバースリーの対角線を取ってください。頂点と頂点を取っちゃダメですよ。あれなぜダメかと言いますとね、Google Earth の場合ね、空から宇宙から写真撮ってますでしょ。だから、真上から見てるわけじゃないんですね。写真、斜めから見てますから、どうしてもずれてくるんですよね。またその斜めから撮ったその写真の場合は、大きく位置がずれるんですね。ですから、本当、もっと正確にやるならば、ピラミッドの全部のね、対角線を撮って、対角線と対角線を結べばいいんですけども、そんな面倒くさいことしなくてもですね、地面に張り付いている頂点、角の頂点と下の角の頂点を撮れば、それでいいわけですからね。それで位置が正確にできます、撮れますから、それで撮って線でつないでください。今日の私の動画の中ではそういうふうにしてますからね。で、その直線と真直角ですね、真直角に行くと、TOT 分からなかった、ポカティ・ペドロ山に向かうということです。で、これで、ただ位置的にね、角度的にその位置になっているわけじゃなくて、それぞれの場所がですね、それぞれ相手の場所を正確に示しているということですね。例えば、ティオティワカンとモヘンジョダロをつないで、モヘンジョダロとギザのピラミッドをつなぎますとね、この角度がね、また絶妙なんですよ。正確に60.00度となるんですね。ありえない数字ですね。で、そのなぜ60が重要かと言いますと、上の方たちはですね、人間が使っているような平面的なね、メルカトール図法とかね、あんなの使ってないんですよ。正二十面体の地図を使ってるんですね。正二十面体の地図というのはですね、立体模型の中における地図なんですけども、非常に優れた地図なんですね、あれは。全部正三角形でできてますから。で、またその正三角形を6等分するとさらに小さい正三角形になりますからね。またさらにその小さい正三角形を6等分することによって、位置をきれいに特定できるんですね。そして頭の中でその立体図を組み立てますとね、位置、距離、方向、それから距離も正確に出るんですよ。がその頭の中で瞬時に計算できるわけです。ただし、人間にはちょっと使いにくいですね。難しいです。つまりそのルート計算なんかもね、即座に暗算でできるぐらいの能力がないとできない。上の方っていうのはかなりね、そういう意味では頭のいい方たちですから、ルートのね、例えばルート365なんてね、
その長さ20の事情、なんかいいよ、その20の事情足すね、40の事情イコールのルート、ルートって言っても、パッと数字が出てくるぐらいの、まあ、頭の良さを持っていらっしゃいますからね。そういう方たちでしたら、なおさらね、人間が使ってるようなメルカリ登録図法だとかね、等距離図法とかね、まあ、そんなのを使わなく、そんなのを使わなくても、その正二次面体の地図を使えばいいということです。その正二次面体の地図はですね、60度が基本だということです。まあ、それは私、まあ、かなり早い時期に発見していたというのはどういうことかというとですね、点と線を調べていくときにですね、エイリアンの感覚の中では距離というのはほとんど出てこないんですよ。まあ、出てくるとしたら比率ですね。比率、何対何、何対何というのが出てくるんですけども、距離っていうのは全然出てこないんですね。それも初め不思議なところだったんですけども、しかし、角度は出てくるんですよ。もう正確に角度が出てくるんですね。60、120、90という角度で成り立ってるわけですよね。彼らの思考回路がね。ですから角度が彼らの地図を作る、まあ、基本になってるということは分かりました。その流れの中でね、60という数字が意味があるということです。ですから、TOTY アカンとね、モヘンジョダロ。モヘンジョダロとギザをつないだら、正確に60.00。と出てきたときには、やっぱり、あ、これはもう、上の人がね、絡んでるなっていうふうに、私はもう、まあね、それで、イコール、正しいってことになりませんけどね、たまたま60度だったかもしれないってこともありますからね。しかし、あちこちでね、60、120という数字がずらずらと出てきますので、まあそういう60、120が出てきたら、まず第一に疑っていいですね。疑っていいってことは、彼らの思考回路の中における、まあ、正二十面体のね、その地図的な、感覚ですよね。それが、そういったその数字の中に織り込まれているということですね。ですから、例えば、まあ、そう、いろいろ例があるんですよ。まあ、太子のね、横にあるモーリア島の中のね、山の、中心から60度でね、こっち行くと、どう、こう、30度、60度、60度、3等分できますからね。まあ、そういうその角度的なことで、それぞれの拠点向かってますからね、あれ。よくできてるんですよ。まあ、要するに、その60っていう数字が出てくる。それから、例えばですよ、テオティワ君から、西極点に対して90度で行きますと、モヘンジョダロ行く。で、60度で行くと、ギザのピラミッド行くってなるわけですね。そしてギザのピラミッドはギザのピラミッドでですね、角と角をつないで、90度で行くと、いわゆるポポカティ・ペトルザン行くとかね、そういう形でその角度で成り立っているということです。まあ、そういうことをね、順に今日は積み重ねながら、また皆さんにもね、そういう視点で見ていただくと面白いんじゃないかと思いますけども、そういう事実をですね、積み重ねながら、つまりそうしたその数字、角度というのはですね、偶然にできたもんじゃない。偶然ということは、要するに、まあ、成り行きでね、まあ、エイリアンたちの成り行きによって、あれ、エイリアンだ、その場合はね、エイリアンであってもなくてもいいわけですけども、人間が何かの遺跡を作るときにね、成り行きでできたものではなくて、あらかじめきちんと計算されて作られたものだということですね。それは上の人の視点に立ってみると分かりますよね。地球の上をヒュー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 飛んでるときに、何か目印残すときに、やっぱりヒューと飛んでて、ここはポンポンポンと置いておこうとかね、その置くところにこの場所を大体決めて置いておくわけですからね。ですから、発想としては、まあ、エイリアンの発想に立って考えるならば、当然のことだろうなというふうに私は考えています。まあ、ともかくも、そういうふうにして、ライン理論ができてくる。そして結論、まあ、その結論と言いますかね、最初の話に戻りますけども、要するに偶然ではありえないということをですね、まあ、それはね、100、1000分の1、1万分の1、でも、それはありえないと思いますね。見ていく。それでも、自分の気持ちの中ではもう、それがね、一つ二つ、たまたまそういうことであるならば、ひょっとしたら偶然ということになりますけども、あちこちでね、まあ、もう一つ先で言いましたように、ナスカの石と、それから、イースター島の石と、ギザのピラミッドの石と、モヘンジョダロの石と、そして、ティオティワカンの石がですね、もう絶妙な位置にある。それが全てお互いに連絡し合いながらですね、場所を決めている。例えば、ティオティワカンのね、山道というのはまっすぐとモヘンジョダロを向いてますからね。それでモヘンジョダロにもね、私、それ現地もちろん調べることはできませんけども、実はですね、一本ね、その先へ、モヘンジョダロの塔があるって言ったんですね。で、そこから少し離れたところにね、もう一つこの一区か、こっち、皆さんから見るとこっちからかな、もう少し別の区画がありましてね、で、そこに、こう、日本で言ったら、こう、上から見るとですね、神社のような
形をした場所があるんですよ。そこにもね、一本ね、参道がついてるんですよ。で、私そちらがね、本物の参道ではないのかなと思ったこともあるんですけどもね、その参道はですね、正確にギザのピラミッドの方を向いてるんですよ。ところがね、いろいろ調べたんですね。そうしましたらそこはですね、どうやら水飲み場であったみたいですね。まあ、ああいうところですから、水飲み場っていうのはまあ、日本でもそうですけども、最も神聖なね、命の場ってことになるでしょうかね。ですからそこ至る道があって、その道がですね、ギザのピラミッドの方を向いていてもおかしくはないんですけどもね。で、参道と言われるよう、まあ、のように見えるものはそこだけなんですよね。ですから、そういうふうにまあ、モヘンジョダロにもギザの方向を示す参道があるということですね。ないわけじゃないんです。ただ、それが、まあね、重要な、その寺院につながる参道かどうかということは、今のところね、確信がないんですけども、まあ、要するに私が調べた範囲では、どうやらね、水飲み場が、水がね、出てるところがあって、そこに続く道がですね、まあ、皆さんもよかったら調べてほしいんですけども、モヘンジョダロありますね。そのやや北東部ですね。に、もう一箇所固まってるところがあるんですよ、遺跡が。そこに一本参道があります。それから60度でね、まあ、ティオティワカを向かう参道もあるんですね。しかしそれは近年できたような道ですからね。ですから、古代の道ではないっていうことで、ね、しかし、まあ、古代の道もね、近代の道もね、道っていうのは意外とね、上と塗り重ねて作られてきますからね。ですから、私、今まで調べてきた範囲の中ではですね、道というのはですね、意外とね、意味があるんですよ。どこでもそうですけどもね、例えば、私あそこで行った時にね、諏訪湖のね、下社ですね、諏訪下社。諏訪下社に立派な参道がありますね。あれどこ向いてると思います？まっすぐと出雲大社向いてるんですよ。はい。で、ただね、諏訪下社のね、参道はですね、下社というのは諏訪湖のすぐそばにあるんですけどもね、その諏訪、もう一番重要な、なんていうか、私その日に行ったんですけどね、御柱。なんかそのようなお祭りがありましたけどね、はい。まあ、それの通りで言うけどね。要は、下社のその参道がですね、まっすぐと、出雲大社を向いてます。ただ、途中で曲がってるんですよ、あれね。下社の参道はね。ですから、途中までを見てね、皆さん調べてみてください。逆にね、出雲大社の方から、諏訪のね、下大社の方へ線引っ張ってくださいますとね、諏訪大社の、いわゆる参道がですね、出雲大社の方を向いているってことを、皆さんに分かっていただけると思います。まあ、いわゆる関係があるということですね。で、また興味があって、まだその謎が解けていないんですけども、それはもうすでに動画化してありますけどもね、例えば法隆寺の参道はですね、あそこを向いてるんですよ。那智大社を。那智大社向いてるんですよ。ですから、那智大社からですね、法隆寺、引っ張ってみてください、線を。きれいにその法隆寺の参道と重なるんですよ。そういう意味で、参道というのはですね、一度できるとですね、もうなかなかもう動かないと言いますか、まあそういうもんですよね。道というのは残るんですね、要するに、遺跡のように。ですから、たかが参道じゃないかとかね、道じゃないかというような、まあそんな風に見るんじゃなくてですね、道そのものが、まあ遺跡の一つであるというふうに見て、そしてどういう意味を持つかということをですね、その参道を見ながら解釈していくということです。で、話を戻しますと、いわゆるティオティワカの参道はですね、これは寸分の狂いもなく、ボヘンジュダロの塔の方を向いています。そういうことで重なっていくわけですよね。それから、まあそのポポカティ・ペトル山からですね、ナスカに線を引っ張ると、いわゆる、まあ、エリア50条を通って、エリア50条から引けばいいですよ。そうしますと、必ずポプカティ・ペトル山の真上を通りますからね。そうしますと、ナスカやってきますけども、そのラインは、ナスカのですね、グランドクロスの縦線と重なるということです。まあ、こういう形で、ただ角度だけではなくて、今度は、まあ、なんて言いますか、ライン論でも2つの意味があるんですけどもね、方向と角度を調べるライン論と、それから今言った参道を、まあ、どのように通っていくかということを調べていくのもライン理論の一つですけどもね、と重なっていくということです。こうしたその総合的な相関性を考えていくとですね、もうそうしたその位置、場所、参道、線、ライン、まあ、ラインをですね、要するに、まあ、偶然、まあ、そのように成り行きでね、その場その場の成り行きで決まったものではなくて、人工的にね、もっと言えば、計算され尽くしてできた場所だということですね。位置方向。計算され尽くして
作られたということです。となると誰かと言いますとね、当然宇宙を自由に飛んでいる人、あるいは今のように私は自由にね、空を飛べませんけどもね、Google Earth というね、大変、まあ便利な、その、まあ、まあ、言いますか、その、メソッド、なんていうのかね、そういうのがありますからね、それを使って、まあ自由に空を飛ぶような感覚で、その、なってますか、謎を解いているわけですけども、まあ当然、そうしたその場所を決めていった上の人はですね、ただ私のようにね、頭の中で行くわけじゃなくて、現地行ってね、そういうものを作ってるわけですから、当然、自由にね、宇宙を飛び交うことができた人によって、できたということですね。つまりそれがですね、今日のテーマである、まあ、その、上の人の存在、つまり、神の存在を示す、幾何学的証拠と証明、特に幾何学的証明ということになるわけです。で、ないというならば、そういう私の説を否定するならば、一つずつ皆さんね、今度は逆に、こまめに否定していただければいいと思いますよ。まあ逆に考えますとね、私はここまで来るのに、一つずつ重ねながらね、証拠を集めながらここまで来てますから。ですから逆に私の説を否定するのであるならば、一つずつ今度は玉ねぎのね、まあ私は固めてきて玉ねぎを作った立場ですけどもね、逆に私の説が間違っているというふうに考えられる人は、一つずつ今度は逆にね、玉ねぎの皮をめくるようにして、すべてを否定しなければならないということですけども、それは大変時間もかかるでしょうね。まあ頑張ってやってみてください。まあそういう言い方失礼ですけどもね。ともかくも今日はそのナスカ理論、それからのライン理論というものに焦点を当ててですね、そしてナスカに焦点を中心にして、そのライン理論を一度皆さんに分かっていただきたいと思いましたので、それをまあ皆さんにご覧いただきました。この後にね、先ほど作りました、今朝ですかね、一番に作りました動画をつなげておきますから、じっくりとご覧になってください。じっくりとご覧いただければですね、同時にですね、皆さんにもしできればね、パソコン上で本当にそうかなって確かめてください。そうしますとね、おお、そうだ、これは正しいって感じでね、その感動とともにね、まあ、納得していただくとですね、余計、なんて言いますか、私の言っている意味がよくわかると思います。この私、今この、この、この、何度も何度もやってきたんですけどもね、今日もまたゼロからやらなきゃいけないところもありましたのでね、それを作り直すときにラインを引っ張ってみてね、そして私は確信しました。やっぱり正しいぞってね、そういう感じで皆さんもですね、その感動をね、まあ、ただね、画面見て放送かっていうんじゃなくてね、自分でちょっと苦労してね、線を引っ張ってみて、そして、その、お、本当だ、林の言ってることは本当だったなんてね、そういう思いで感動していただくとですね、またその脳の中にね、バシッと記名されますからね。ですから、そういうふうにして一度感動してみてください。そうしますとね、この私が言っている意味が分かっていただけると同時にですね、壮大な宇宙観というものをですね、皆さんも手にしていただけると思います。ね、この地球を見るときにもですね、もう、ちまちま、ちまちまとしたね、人間世界、それは大事ですよ。現実問題は現実問題ですから、これは大事にしなくちゃいけませんけども、そういうものにね、巻き込まれているとね、いつまでもむしゃくちゃ、むしゃくちゃしますからね。ですから、こういう世界を飛び出して、そして宇宙から地球を見て人間を見るということによってですね、まあ、その爽快感というものをですね、皆さんと共有できたらなというふうに考えています。まあ、ちまちま、ちまちまとしたね、もう問題どうでもいいです、なんてね。はい。まあ、どうでもいいわけじゃないんだけども、そのちまちました問題でね、なんて言いますか、その、わあ、ああでもない、こうでも言っている人たち、まあ、自分も含めてですけどもね、実につまらなく、だらしなくはないんだけど、つまんなく、ちっぽけに見えてきますね。ということで、まあ、これで終わります。まあ、そういう気持ちを理解していただいた上でですね、まあ、今日のこの動画をもう一度じっくりと見てください。では、これで失礼します。バイ。Please draw a line from Area 51, now in USA, to Nazca, Peru. Number 51 stands for Mars in Jewish gematria. I'll explain what that number means elsewhere, but here in this video, please note the red line. Above is the center of Area 51. Below is Nazca Plateau, Peru. Next,
draw a line from the second pyramid of Giza in Egypt to Easter Island. Notice the green line. On the right is the Giza pyramid. Easter Island is on the left.This is Nazca Plateau. In the center are lines so-called the Grand Cross in Nazca. The red line drawn from Area 51 exactly overlaps the vertical line of the Grand Cross. In other words, the vertical line accurately indicates the direction ofArea 51. The green line running as shown here is the line connecting Giza Plateau or Giza Pyramid and Easter Island. This line crosses theNazca Plateau exactly without any error. This is a map around Mexico City. Below the center is Popocatépetl Mountain. Teotihuacan is located in its northeastern part of this map. Notice aRed line in the middle connecting Area 51 and Nazca. The red line crosses Mount Popocatépetl exactly without any error. Next, I will guide you to the Pyramids of Giza.There are three pyramids here, but connect the corners of the pyramids at both ends with a line. The red line is that line. The yellow line is a line drawn from Mount Popocatépetl. The angle between the red line and the yellow line is exactly 90.00 degrees. I say again, 90.00 degrees. Finally, the Pyramid of the Moon in Teotihuacan and Mount Popocatépetl bear the same shape. Also, the shape of Easter Island bears the same as that of the Giza Pyramid.Do you agree to say that these facts are just a coincidence? But what about the following facts I'm going to show you? I'm sure you all think like this way. They can't be a coincidence. That's right. They can't be a coincidence. These facts mean that this planet Earth is clearly geometrically arranged. Of course, they are by ETs. By ETs whom we may call gods.
エリア51からナスカに向かって一本の線を引きます。51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。その意味についてはまた別のところで説明しますが、ここでは赤いラインに注意してください。上がエリア51の中心部です。下がナスカです。次にエジプトのギザのピラミッドナンバー2からイースター島に一本の線を引きます。緑色のラインに注意してください。右がギザのピラミッドです。左がイースター島です。ペルーのナスカ高原です。中央にグランドクロス大十字架と呼ばれるラインがあります。エリア51から引いてきた赤いラインはこのグランドクロスの縦線と寸分の狂いもなく正確に重なります。つまりその縦線はエリア51の方向を正確に示しているということになります。また左右に走る緑の線はギザとイースター島を結んだラインです。このラインは正確にナスカ高原を横切ります。これはメキシコシティ周辺の地図です。中心部のやや下にあるのがポポカテペトル山です。ティオティワカンはその北東部に位置します。エリア51とナスカをつないだ赤い線に注意してください。その赤い線は正確にポポカテペトル山を横切ります。次に皆さんをギザのピラミッドに案内します。ここには3つのピラミッドがありますが、両端のピラミッドの角を線でつなぎます。赤い線がその線です。黄色い線はポポカテルペトル山から引いてきたラインです。赤いラインと黄色いラインの作る角度は正確に 90.00 度です。繰り返します。正確に 90.00 度です。つまり真直角です。最後にポポカテペトル山の形とティオティワカンの月のピラミッドの形は幾何学的に同じです。そしてギザのピラミッドの形とイースター島の形も幾何学的に同じです。これらの事実を皆さんは偶然の一致と思いますか？がこれからお見せする事実はどうでしょうか。皆さんはそれを見た後きっとこう思うことでしょう。
偶然ではありえないと。そうです、偶然ではありえないのです。この地球という惑星は明らかに幾何学的にアレンジされています。もちろん ET たちによってです。私たちが神と呼ぶ ET たちによってです。つまりこれが私がここで言うところの神の証明、幾何学的な証明ということになります。広し林ハメメシティジャパン。
Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro, and Mekakava. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder.一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩司のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩司はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私林浩司のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Some Japanese archaeologists claim that the front approach of Teotihuacan shows the direction of the sunrise between the rainy season and dry season of the year. Is it true? According to my Hiroshi Hayashi's line theory, the front approach shows the direction sharp to Mohenjo-daro, Pakistan now.Which do you think it is more rational? ある日本人考古学者はこう主張しています。テオティワカンの参道はその地方の雨季と乾季の境目にあたるとき、太陽の日の出の方向を示していると。が、私、林浩司の考え方は全く違います。林浩司のライン理論によれば、テオティワカンの参道は、真直線にモヘンジョダロの塔の方向を正確に示しています。テオティワカンの参道は別名、死者の大通りと呼ばれています。また、モヘンジョダロというのは、死の丘という意味です。広し林し、浜松市、ジャパン。テオティワカンの月のピラミッドです。月のピラミッドは参道の端にあります。古代においては月の神の方が太陽の神より位が上でした。ともかくもその参道はまっすぐとモヘンジョダロの塔の方向へ向かっています。この赤い線がそれを示しています。モヘン
ジョダロ、つまり死の丘という意味だそうです。これが木偏ジョダロの塔ということになります。で、その木偏ジョダロの塔の中心部からティオティ和漢にラインを引いてみます。黄色いラインがその線です。このラインはティオティ和漢の月のピラミッドを正確に横切ります。注意深くご覧ください。この黄色いラインですね。この黄色いラインは、木偏ジョダロの塔から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。この黄色いラインです。参道は長いですね。長くてもこのように重なるということは、正確にこの参道は、木偏ジョダロの方向を示しているということになります。つまり、ティオティ和漢の参道は、木偏ジョダロの方向を示しているということになります。林浩司のライン理論をもう少し詳しく説明してみます。偶然ではありえないということを証明しながら、そのラインが人為的に引かれたものであることを証明するのが、林浩司のライン理論です。このグリーンのラインは、右がギザ、そして左がイースター島へとつながる線です。その進捗線下にナスカがあります。そして赤道と横切る点をウエストポールと私、林浩司は呼んでいます。基準点中の基準点です。その角度は正確に60度となっています。ギザ方向には120度ということになります。南極点とつないでみてください。そしてそのウエストポールからですね、ティオティ和漢にラインを引きます。左の白い点が中心点ですね。ここがティオティ和漢です。ティオティ和漢から 90.00 で、まあ、北の方向に向かいますと、木偏ジョダロです。そして、60.00 で向かいますと、その先にギザのピラミッドが位置します。そして、まっすぐ下、ややエラーが出ますが、イースター島へ向かいます。まあ、ほぼ90度ということです。つまり、ティオティ和漢を挟んでですね、イースター島と木偏ジョダロは反対側の位置にあるということになります。そして、そのティオティ和漢へ、木偏ジョダロからラインを引いてみます。上のラインが木偏ジョダロから引いてきたラインです。そのラインは正確にティオティ和漢の参道と重なります。これがライン理論ですね。もう一度確認してください。上が月のピラミッドですね。その月のピラミッドを正確に横切り、そしてその木偏ジョダロからのラインは、ティオティ和漢の参道と正確に重なります。グリーンのラインは、イースター島ナスカから繋いできたラインです。赤いラインは、ティオティ和漢へ向かうラインですね。黄色いラインは、木偏ジョダロと、ティオティ和漢を繋いだラインです。こうして、まあ、それぞれの拠点の位置が決まっていきます。黄色いラインに注意してください。木偏ジョダロとティオティ和漢をつなぎますと、この間の角度は正確に 60.0000 となります。そしてギザの第一、第三ピラミッドに注意してください。点を取るのが難しいですから、この、まあ、いわゆる頂点の角に点を取ってください。第一と第三の角の点を取ってください。その線、作る線と、そしてこの黄色いラインは、正確にはポポカティペティですけども、ほぼ、まあ、間違いなくと言いますか、エラーなくティオティ和漢の線と 90.00 で重なります。そして反対側45.00 で線を引きますと、木偏ジョダロへと向かいます。このような位置関係にあります。これを偶然と言うか言わないか、それは皆さんの判断ということになります。私、林浩司は偶然とは考えていません。すなわち、これは偶然ではない。人為的にこうした位置にそれぞれの
拠点が置かれたということになります。で、結論ということになります。最初からもう一度ご覧いただきます。地球です。上がエリア51です。下がナスカです。51は火星を意味します。そしてナスカ周辺では縦長超等人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長超等人間イコールイギギイコール火星人説へとつながっていきます。つまりエリア51というのはですね、アメリカがですね、まあ、建国するされる前、つまり、まだ発見される以前からですね、地球の火星人の基地だったということになります。51は火星を意味します。でその証拠にですね、エリア51からナスカ高原に線を引きますと、通称グラントクロスと言われているあの十字架の縦線を正確に横切ります。正確です。寸分の狂いもなく、横切りますから、皆さん自身で確認してください。つまりナスカ高原のライン群はエリア51を意識して作られたラインということになります。それはさておき、今度はギザとイースター島を線でつなぎます。ギザとイースター島です。その線は伸直線下にナスカを横切ります。こうしてナスカ高原のあの位置が決まりました。横線はつまりギザとイースター島ラインの上ですね。そして縦線はエリア51から引いてきたラインということになります。そのエリア51から引いてきたラインをですね、メキシコシティにの近くにありますポカティペテル山を、まあ、伸直線に横切ります。でこのグランドクロスですね、ちょうど中央に見えます。これをグランドクロスと言います。ナスカ高原にあって特に目立ったラインということになります。このライン、赤いラインを見てください。左上からまっすぐ下に伸びてきますけども、このラインはエリア51、そして途中でポポカティペトル山を経由してここにやってきます。伸直線にやってきます。寸分の狂いもなくやってきます。つまりこのナスカライン群は、エリア51、そしてポポカティペトル山を意識して建てられた作られたラインということになります。つまりこのような形でですね、まあエリア51、つまり51、火星人ですけども、火星人はですね、このような形で地球人に、まあ、名刺、すなわち遺産を残したということになります。で、右の、これがあのギザ高原のピラミッドです。上からナンバーワン、ナンバーツー、ナンバーツーですね。ナンバーツーと、それからイースター島をつないだラインは、正確にこのナスカ高原の、この、まあ、ちょうど今、線が通ってますけども、この辺りを通り抜けます。もちろんナスカ高原にはですね、双方向に伸びる、滑走路があります。まあ、やや上の方ですけどもね、右の方行けばギザのピラミッド、左の方行けばイースター島です。でこれはメキシコシティなんですけどもね、中央やや上と言いますか、上寄りですねにあります。その赤いラインはエリア51とナスカをつないだラインで、その線は伸直線下に、伸直線上ですね、このポポカティペトル山を横切ります。まあ、このような形でラインがですね、決められていったということですね。そしてそのラインは先ほど言いましたようにナスカ高原のグランドクロスの縦線と寸分狂わず重なります。皆さんもぜひ線を引いてみてください。そしてさらに、まあ、点と点がつながっていくということになりますけれども、エジプトのギザ高原に戻ります。ギザ高原ナンバー2ナンバー3ナンバー2、ナンバー3のピラミッドですけども、角のところに点を取ります。こうすることによって位置を正確に決められます。まあ、角度によってね、この四面体の、まあ、影の形が違ってきますから、角に取ってください。そしてこの線をつなぎます。そしてその線を、まあこの赤い線ですね、がその対角線に取った線です。そして先ほどのプカティ・ペトル山 の頂点から、このギザのピラミッドに向かって線を引きます。黄色いラインが左上から右下に引いたラインが、これが、まあ、ポカティペトルさんから引いてきたラインです。でこの線と赤い線は真直角に交わります。 90.00 で交わります。そして、まあ、これが、まあ、基礎の基準点になるわけですよね。でポカティペトルさんと、それからテオティワカンの月のピラミッドとは形が同じであるということなんですよね。まあ、ともかくもこうしてそれぞれの拠点が点と点でつながって、そして幾何学的な、まあ、その正確さというのは幾何学的な、
まあ、関係でつながっているということですね。でポプカティ・ペトロ山とテオティワカンの月のピラミッドは形が同じです。まあ、あの山ですから見る角度によって、まあ、多少、ね、違ってきますけども、まあ、少なくともこの写真で見る限り角度も同じ。そして上、まあ、5分の1ぐらいですね、赤い部分が、まあ、少しゴテゴテとしているわけです。そしてギザのピラミッドとイースター島は同じということですね。ギザのピラミッドを45度、まあの手前角度から見た、まあ、形とイースター島の形は同じということですね。すなわちイースター島は人口造成島ということになりますと同時に、ギザと、まあ、イースター島をつないだときにですね、その進捗線下にナスカがあるということですね。このようにしてつながっていくということです。まあ、こうした事実をつなぎ合わせてですね、これは偶然なのかということになりますけども、偶然だと言っている間はですね、つまりは謎が解けないということになります。言い換えるとこうしたことは偶然ではありえないということを前提にして考えてですね、つまり、まあ、偶然ではない、つまり意図的にこういう位置にですね、幾何学的に配置されたイコールこうした遺跡というのは、こうした宇宙をですね、自由に飛び交う人たちによって、そして、まあ、地球計画なるものを持ってですね、まあ、改造した結果ということになるわけです。つまりこれがですね、まあ、ET、つまりですね、私たちが神と呼ぶ ET が存在するという幾何学的な証明、証拠ということになります。では失礼します。バイ。